現できないでしょ、うん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 、何があったか分かんないでしょみたいな、もう花からこう受け入れ拒否みたいな感じだったんですよ。いやいや、ちょっとそれって普通に起きないですよねっていう、まあ、性犯罪ですよっていうことを言われたんですよ、うん、でじゃあ今現段階では被害届も結局出してなくて、うん、そこはちょっと状況が動いて、うん、本当いろんなところが不備だらけだったんですよ、うん、はいはい、一番最初に役所が通報を受けて、うんうん、なんか本当は通報を受けたら警察にこう虐待の疑いがあったら通報するんですよね、うん、そうだけど結局その通報しないまんま、うん、最初に学校側から受けた課が、うん、うちの子が障害を持ってるからっていうんでちょっと障害者係の方に通報しないままバーンってこう投げたんですよ、うん、この担当を、うん、そうだからまあ通報しないままだったっていうのもあるし、うん、議員さんが、うん、この対応が遅かったんじゃないかっていうツッコミというかちょっと新聞にも載ってたんですけど、うん、町の対応が遅すぎたっていう件を、うん、まあ、議会で挙げていただいて、うん、それが新聞に載ったんです。それとプラスであとはちょっと協力していただいた方から、うん、担当していただいた警察署に、うん、一言をかけていただいたんですよ、うんうんうん、その新聞に載ったことで連絡が来たんです、うん、警察から。そう、うん、ねえ、うん、9月の頭ぐらいかな、うん、にじゃあ被害届受け取りますよみたいな感じで、そうなんかだからもう今更受け取ったところでっていう感じなんですけど、そうだからそこで初めてその9月に被害届を提出して、うん、そこから初めて関わった人のに対する任意聴取、うん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 、聴取とかが始まったんですよ。へー、だ結局、うん、まあ、その日一日のルートっていうのも決まってるし、そう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 、関わってる人たちも決まってて、うん、でだから土屋さんの予想的には、うん、まあ、学校で2人っきりになるタイミングっていうのは基本ない、そういう、まあなかなかないですね、そういう行為ができそうな時間とか、まあ、その環境でもなかなかない、うんうんうん、だから可能性としてはやっぱりその日言ってたデイじゃないかなっていうことなんだったんですよね。そう、もう頭の中にいる人たちには、うんうん、事情聴取しましたよっていうお知らせとかは来るんですか。なんか逐一その報告しながらやりますねって言われたけど、うん、来ないですね今現在。あのデイサービスの人とも喋ったんですよ、この間社長と話をしたら、うん、なんかこれから個人的に一人一人呼ばれるけど、うん、時間と労力の無駄だから行かせたくないみたいな感じだったんですよ、そうだからいやなんか、これだからなんかもう本当これを言っていいのかわかんないですけど、協力的じゃないってことですか。全く思ってでその、まあ、ちょっとこれは、うん、わかんない、あのいつかで YouTube に出してもらえればいいと思うんですけど、実はその、うん、あーもう無理だこのデイサービスと思って、うん、なんて言うんだろうな、本当いろいろあるんですよね。でも結局その事件があってから、うん、そのデイサービスには行かせてたんですよね。そう、なんか最初は、うん、そのデイサービスの中に例えば犯人が一人いたとしても、うん、みんながいい人だったら、うん、まあ、どこにいてもそのリスクはあって、うんうん、例えばどこの事業所でもそういう変な人が一人紛れちゃってたら、うん、どこにいても一緒っていう私の考えだったんですよ、はいはいはい、そうだから、うん、その捜査打ち切りになるまでは、うん、ずっと犯人さえ捕まれば、うんうん、犯人さえ捕まればこのデイサービスはいいよなってずっと思って、うん、で行かせてたんですけど、うん、なんかここにいたら危ないと思って、うん、もう速攻やめました。その後は。あ、そうなんです、うん、そうか、だから一人とは限らないかもしれないってことですよね。そうなの、そうなんですよ、その一、うん、人だけの犯行じゃないんじゃないかなって思っちゃう時もあるし、うん、下品なデイサービスだった、うん、でも結局じゃあそのデイサービスをやめたけど、うん、
そんなにこう都合よくというか、うんうん、自分がこういうシステムで行かせたいデイサービスってなんかすぐ見つかるもんなんですか？いやー、あのデイサービスとかも結構いっぱいできてるんですけど、うん、あの重度専門とか、うん、その重度受け入れるとこっていうのは本当に少なくって、うん、で住んでるところがそういう施設が少ないところなんで、うん、受け入れ先っていうのがなかなかないんですよ、うん、今どうしてるんですか？まあ、こういう緊急事態に備えて一箇所じゃなくて何箇所かやっぱ通わせるんですよ、うん、なんかその中の一軒が、まあ、ちょっと緊急事態だねっつって、うん、受け入れてくれるよって言って、うん、受け入れてもらって本当運が良かったんですけど、そういった人たちを知ることって今だから私たちはできないわけじゃないですか、うん、そういう人たちが働いてますとか、うん、まあ、その雇う側が知ってるかどうかもわからないけど、うん、雇う側が仮に知ってたとしても、うん、それが性犯罪かどうかわからないけど前科あるんだね、うん、でもまあ人手不足だしとか、うん、君がこうやる気があるんだったら受け入れよう、まあ、その前科がある人がもう一生働けないとかっていうことは私は違うとは思うんだけど、うん、まあ、内容によって、うん、この性犯罪って結構私は特別だと思う、うん、強盗とかするのとはまた、まあ、よくないけど、うん、でも強盗とかとはまた違って性癖なものってなかなか変わらないと私は個人的に思うから、うんうん、子供の性犯罪が関わってた人がまた性犯罪を繰り返すような同じ環境にいるってやっぱ私はおかしいと、うん、普通に工場で働くとかは全然いいと思うけど、うん、同じようにまた子供の性犯罪を犯した人が子供の職場で働くのはやっぱり私はおかしいと思うからこそ、うん、やっぱそういうのって大事だと思うし、まあ、今はねお子さんだけどそれこそ私もそうだけどこれからまあ介護される側にだんだん障害があってより自分でこう抵抗できないとか側になってきた時にはやっぱ大人に対してというか高齢者とかに対しての性加害っていうのはある話だから、まあ子供も守らなきゃいけないし誰しもが守られなきゃいけないことだと思うってなった時は、うん、やっぱその今問題されてる日本版っていうことだけで私も足りないんじゃないかなってすごい思いますし、この前だから結構リアルタイムで韓国に住んでる人がこう書いたやつが流れてきたんですけど、うん、なんか今日私の家にこういう書類が届きましたと、うん、特にこういう性犯罪、犯罪歴を犯した人が引っ越してきましたよ、うん、女性の人は気をつけてくださいねっていうのが郵便ポストにこう入ってて、うん、なんかそういう周知が回ってくる、まあ、怖いって思う今あったけど、うん、でもこういうお知らせってやっぱりこの誰が住んでるかわからないっていう環境よりは、うん、なんか、まあ、ちょっと引っ越す余裕があるんだったらじゃあ引っ越そうとかってなる人もいるし、うん、もうちょっと防犯対策していこうかっていう気にもやっぱりなるから、うん、そういう周知ってやっぱり大事だなっていうのが流れてきて、うん、ああ残酷っていうわけじゃないけど、うん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 、でも大事だなって本当に思ったんですよね、うん、まあ、ジャニーズ問題とかがあって、うん、結構性加害って日本っていう部分で結構今いろんな国から見られてる中で多分日本版っていう風にちょっとゆるくじゃないけど、うん、そういうのにしてしまうと多分良くないんだろうなっていう勝手なイメージで見送られたのかなっていう考えが私の中にはあるからこそ、皆さんがもっとそういうのがある、そういう仕組みがあるっていうのを知ってもらって自分のためとか、別に女性だけじゃないじゃないですか、うん、今って、うん、男性が男性に、うん、男性教師が男の子にっていうのも、なんなら最近そっちの方よく見るんじゃ、うん、わざとそればっかりもしかしたら取り上げてるのかもしれないけど、うん、同性同士のその性被害の方が結構私は見るなってね、自分の子供を守るためにもそうだし自分の身を守るために日本版っていうだけじゃなくてちゃんともっと幅広く民間も任意じゃなくて義務としてやれるように、子供だけじゃなく、うん、まあ、高齢者も、まあ、大人の枠もちゃんと作ってほしいなって個人的には思います。なんかそのために今署名を集めてるっていうことで、たくさんの人たちの署名が集まるとちゃんと形として国に提出できるようになってる仕組みになってるやつなので、皆さんに署名の協力をお願いしたいなっていうのと、まあ、こういうのがあるんだよっていうの
知ってほしいな。なんでこの日本版 DBS が性犯罪だけに限定されたのっていうところもちょっと私的には気になるんですけどね。日本ってまず個人情報めっちゃ大事にしましょうねみたいな。あとほらニュースもそうだけど、加害者の名前は出さないけど、うん、まあ被害者の方、被害者死んじゃった人の名前とかは顔も出すし、なんかその過去歴も全然出すしっていう、与えた側をちょっと守る、そうなんですよね、傾向がもともとあるし、まあ、一度ではその人生終わっちゃダメだよみたいな。今の日本版 DBS だと、うん、子供に関わる職業しか入ってなくて、うん、お話しできない状況の人って、うん、大人になってもその状況って変わらないんですよ、うんうん、で赤ちゃんのまんまの状態で大人になっていく人も多いわけで、うん、その子供だけが守られるっていうのではなくって、うん、まあ、そういう福祉関係も一緒に入れてほしい、うんうんうん、できれば性犯罪じゃなくだけじゃなくって、うんうん、暴力も入れてほしい、うん、まあ、欲を出せば本当たくさんありますけど、うん、まずはその範囲を拡大してほしいっていうことで、うん、逃げられない人たちを守ってもらいたいなっていうのがあります、うん、また言いますけど、署名のね、あの URL は概要欄に貼っておくので、うん、ぜひまたそちらによりこう詳細なこととか書いてくれてましたので、読んでいただきたいなって。ちょっとね、あのお話が下手くそなんで読んでもらった方が一番早いのかなと思うんですけど、伝わりました、伝わりました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ締めます。最後までご視聴いただきありがとうございました。タイトル「You're the only one」